竹雄さん大丈夫ですよ、喋って。は？はってなんすか？クロムさんが擬態してる。おい。何？何？何？何を？別に。よし。あ、そうか。あ、何かを察した音した今口から。これちなみにこの格好の時にやられるとね、猫ちゃん帽子が目バッテンになるのが可愛いんです、演出が。そうなんだ。うわ、殺されてあ、でもなんか死ぬパターンによっては見えないかもしれないけど、死ぬパターンによっては猫ちゃんが目バッテンになりながらやられるんですよ。違うあったんだ。へえ。え、先に言ってくださいよ。なんで言わないですか、そんないいことを。うわ、インポスターかサンタさんこれ。そういうしないと。バレちゃしょうがねえな。竹雄さんがパチモンみたいになってる。全員見えますか。見えます。ヒーローハージ。OK です。じゃあ行きましょう。OK です。アルトさんが飼育員みたいになってる。帽子も今ヨムイさんとかもいる。ヨムイもいる。ご飯ちょうだい。トイレの人もいる。トイレの人と原さん何これ。そのパチョブに。ボギー。お願いします。お願いします。解除手伝ってか。よいしょ。よし取れた。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。ミュートボットが今バグでみんな喋れない状態でしたけど、見事死体はありませんでした。よいしょ。わーいわーい。らしい。なんで押したんですか。アドミン見てました。アドミン。だってエレクトリカルに5いたから絶対死んでないと思って押すのやめました。あ、そう、でもね、逆に死んでても欲しかった気はした。エレクトリカルであんだけいたから、なんか、そう、犯罪してない人ができるから。そうそう、別の人でね、孤立してる人死んでんじゃないかっていう。武雄さんたちが多分、そのエレクトリカルにいたタイミングが5人ぐらいついてて、でその後、カフェテリアとかが1とか2とか、増えたり減ったりしてたから、まあ、生きてるだろうなって思って無視しました。宇宙船を救うことしか頭にないからな。すいません。それは僕も同じですね。K さんの K、サイコンスの K だからね。K なくね？なんで真ん中取ってんだよ。 P から始まるんだけどな。なんで真ん中取ってんだよ。しかも C だし。うーん、 C なんだよな。あらまあ英語弱いからな。ガチ勘違いもしかして。いや、ガチ勘違いじゃないでしょ。怪しい。あ、そんなん言うんだったらお前隙間取ってやるからな、この後お前マジで。まあいいですよ、僕は白なんでね、皆さんご存知の通り。いやでもダメだな、猫帽子を見たらサントスさんに一瞬死にしてしまうから。複数人サントスさんに見間違えてた。一番最初の先端だと思ってなかったし、最初5人いるから。これあれ、さっきの歌できますね、ちゃんと。さっきの歌、さっきの歌、うん、1トスより2トス3トスが好きで、あれ5までいきますから。確かに5トスいる。そう、 5トスいるから今日。本当だ。じゃあ5人行動ですか。めんどくちゃい。さすがにそれはタスクが終わらへんな。見せとってもいるし。ダメ、サイコパスは最初 B から始まります。じゃあプサイコパス。おい、ちょっと待って、おい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 インポスターの曲の中で3人いるぞ、3人。おい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 、そのつられるぞ僕。なんでね、やっぱ英語には強いですよね。ガガガガガガガ。黒。
って覚えるの大事だよね。ちなみになんですが、何の前でしょう。ちなみになんですが、黒ストレージした怖い。水色死んでた食べ物だった。ダボキール。ダボ。エレジーさんの死体がコミュニケーションの上の廊下にありました。コミュニケーションの上。コミュニケーション、でもなんでそんなエレジーさんそんな長い時間。コミュニケーションいたん誰でしたっけ。クロム先端エレジーさん。あ、エレジーさんいたよね。で、その後エレジーさんがコミュニケーションの上のサボタージュじゃなくてタスクをやってるのを見ていて、だからコミュニケーションの上で死んでるっていうのはなんか不自然だなって。竹尾さんどっちルートでその死体見つけに行きました。ストレージ側から入りました。ストレージ側からか。あのね、に竹尾さんの発表報告の2秒前くらいにね、ストレージで切りフラッシュがあるように見えたんだよね。ああ、アドミンでってことですよ、まあ、アドミンで212になった。もう本当によく1秒、まあ、だから廊下ですよ。ああ死体偽装ってことね。そうだからまあ、一偽装か、私の見間違いか、あ、まあ、私の見間違いある前提ですけども、なんか、現です。となると、ストレージの1が、竹雄さんの情報と食い違うはずなので、ストレージにおられた方、洗えばよくないですか。ストレージ、多分自分ですよ。で、もう、アベレさんの、あ、失礼、サントスさんの人はもう一人いるってことですかね、うん、キルフラッシュだから。うん、212になった。直前、ストレージいた人。いた方、おられますか。いないね。これは。これは違うでもストレージ閉まってたじゃないですか。だからそれで2番おかしくないですか。あ、閉まってたんだ。閉まってたんで2は別に。エレジさんの話していいですか。はい。コミュニケーションを直した前後にいたのがクロムさんと僕とエレジさんで、エレジさんがコミュニケーション前のダウンロードをしており、ストレージが閉まっていたので、扉の前でクロムさんと僕が待っていて、クロムさんはストレージの右下の方に行き、僕はアドミンの方向に行って、で、アドミンの方向行ったら O2 が鳴ったので、ストレージの方向からコミュニケーションの方も行こうとしたんですね。でも、これは死ぬ未来が見えると思って、ストレージカフェテリアウェポンの方から O2 側に行って、アベレさんとかとすれ違ってるはずで、その時は死体なかったはずです。これね、次で結論つけましょう。普通にアドミンの情報間違ってると思います。違えた。急げ。すみません、話いいですか。あ、ダメです。ダメです。僕から始め、うん、そう、竹尾さんが決めて、ね、竹尾さんが決めてってこと。はい、僕がストレージ入って閉じ込められた時に辺りを一周しましたけど誰もいませんでした。なんでそれでストレージ2は多分おかしいんですよ。でも同じ感じでぐるっと一周してないと見つからないんで、で、僕がストレージのドア開いた時にコミュニケーションの上に死体があったんで、エレジーさんの死体はアドミン情報では見れないはずなんですよ。コミュニケーション行ってやなってないよ、はい、うん、ストレージも、まあ、分かんないけど、うん、あれ、だからコミュニケーションとストレージの前の通路にあったからアドミンに移ってるっていう話がそもそもおかしいっていう主張ですよね、竹尾さんは。はい、
でもキリフラッシュ起こったって発言と食いしよう。いや、あ、ごめんなさい、キリフラッシュは絶対の自信ない。21になったからそれっぽく見えただけで絶対の自信はないです。なるほど。可能性がまずサントスさんの見間違いで、それから、サントスさんの情報が本当でタケオさんがストレージやってる可能性、それから、最後にストレージいたってことを黙ってるインポスターでタケオさんとサントスさんがしろっていう可能性もある。あの私は3つ目のやつも思ってる。そうそうそう、センターさんありがとう。とりあえず8人だからさ、タケオさんがある程度犯人絞り込んだ方がよくって、結論だけつけないと話すだけになっちゃうから。センターさん、クロムさんの中にはいないの？そのなんか左に行ったってコミュニケーションの後に。コミュニケーションの後は左に行って、センターさんも左 の方に、多分上の方に行って、で、右、多分アベエレジさんそれ以降見た人がいないってことは、O2 を右から直しに行き、途中で多分直ったから引き返してコミュニケーションの方行って、キレされたって感じは、はい、はい、ヒカクロスです。ずっと言えなかったんですけど、はい、私は O2 になってる時にナビゲーションに行って、ナビゲーションに入っていくエレジさんを見ております。ナビゲーション、うん、O2 の後ってことですよね。 O2 なった直前だから、 O2 アベレージさんとあの LG さんがそっち側にいたから直してくれるだろうなと思って、私アドミンに走ってた。アベレージさんが直したのかな、 O2 は。はい、僕直しました。その時 LG さん見なかった。竹雄さんどうする？確かいたかな、はい、私ついてく。うん、じゃあ竹雄さんサントスで、竹雄サントスで、はい、まあ、アドミンの情報も食い違ってるんで。そう、食い違ってるから見間違ったらごめんなさい。竹雄さん白白でも全然いいと思いますよ。竹雄サントスのペア行動了解です。よし、出てくれるか、マジで。死んでますね。死んでますね。センターさんが殺してるのを見ました。クロムさん殺してるのを見ています、ね。センターさんが殺してるのを見ます。どこ？リアクターですね。一応ルートを言うと、初手で右に抜けることが成功したのでナビゲーションタスクをやり、リアクターになっていたがストレージの右下のタスクを1個だけ、こなして、途中 ロアエンジン付近でアベリさんとすれ違い、はい、ロアエンジンのタスクを我慢し、リアクターに人がたくさんいるだろうと思ってリアクターのタスクをやりに行ったら、クロムさんが十字路の方向にリアクターから出てきて、クロの死体が、じゃあ、誰かの死体が見えてレポートで、クロムさんは僕がやったらしいです。入っていった時に出てきたってことなんですね、クロムさん。クロムさんは、あ、僕がアッパーエンジンからリアクターの方に向かってる時にセンターさんやってるのを見てます。アッパーエンジンからリアクターの方に向かってるのを見てる。え、それってだってアベレージさんが見てるから違くない？そうそうそう、うん、食い違ってるから、だからクロムさんからするとアベレージさんがもうあの、違うアリバイ作ったってことになるからセンターアベレージになるし、2人の証言一致してるからクロムさんめっちゃ黒いよ。うん、やってるところは見てません。うん、僕はセンターさんがやってるの見てます。なんでアッパーからリアクターに戻ってきたんですか？そう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 、リアクターを直したって言ったのに。違って、リアクターを直しゲンさんがいたからアッパーの、ストレージの給油をやった後にアッパーに行き、そのストレージの給油をやっていたんですよ。その1個前の時にやっていて、アッパーにタスクがあってタスクやって、その後リアクターにゲンさんがいなくなったとやろうと思ってリアクターに入ってレンタさんがやってるのを見たんですよ。そんな俺に入れないでくださいよ。やってないもんだって。みんな入れちゃうでしょ。ピカクロスとケイさんが最終位置アッパーエンジンなんすわ。そうなんすわ、一緒に動いてた。あ、じゃあクロムやってますわ、それは。関係全部俺がやりました。さようなら皆さん。それは嘘だな。関係全部俺がやったんで、これスキップとセンターに1票入ってるんで。あ、センターさんに入れたのは私間違った。だいぶ早めに間違えて入れちゃった。ローラーならいいかなと思って私入れた。またエレジーさん、僕が見えない範囲に死体があった可能性も、まあ、あ、タスクの効率がめちゃくちゃいいね。右やっぱ抜けれたのがでかかったな。
の会議の後でいいか。スタイスが嬉しいか。はい、あいいかな、うん、OK です、うんうん、はい、あの、タスク終わりました。おい、うん、優秀、うんうん、他の人は仕事のできる子、コミュニケーション直しました。企画ロスも、企画ロスもタスクが終わってます。はい、2人終わった。あ、多分サントス終わってなくて、タケオさんもだいぶ付き合ってもらってるんで終わってないと思います。センターさん、アペリーさんはまだです。あ、僕もあと1秒で終わります。じゃあ、タケオさんとサントスさんが結構残ってるなら、ピカさんと僕がタケオさん、サントスさんに絶対つくみたいな感じします。うん、そうしましょうか。フリチー。めっちゃインポスター落ちてるんで。うん。どっちつきます？じゃあ、あの、男色なのが私なんで、タケオさんについて、あの、どちらかというと、そう、寒色なので、あの、色が寒そうだから。どういうこと？あ、オレンジ系列、私たち、オレンジ系列。そっち、青系列。サントさん、一応、あの、サボが起こったら直しに行く感じで。OK、サボ直しに、はい、直しに行く優先で大丈夫です。停電の時だけちょっと任せます？そうっすね。なんか、うん、ちょび動き、ちょっとずつ向かいます。あ、わかりました。僕頑張ります。はい、じゃあ、O2 とかリアクターの時は一緒に行きましょう。そうっすね。なんかまあ、はい、ビクトリカルとか、あ、で、停電になった時はなんかカメラに映れる場所とか、直せる近くにいたら直しに行くとか、なんかいい感じのところまで行って止まるみたいな感じしましょう。了解です。あの、タスク僕終わってるんで、サントスさん優先でもう全然動いてください。ありがとうございます。助かります。これは勝つぞ。待って、勝っちゃうぞ。レジさんキルがクロムさんだとすると、サントスさんがアドミンを偽装するメリットも出てきたなあ。だから単純に見間違い説もある。見間違いじゃないですかね。212が見間違いなんじゃないですか。その過程でレオさんがレジさんでしかなかったって感じ。なんだろう、まあ、でもどっちかにはいる気がするんで。21はね、合ってると思う。なんだろうって感じがして。全部あったのか、211だったのか分かんないですけど、まあいいや。はい、いや、仕事終わるペアが完食断食でしたよね。はい、そうです。 OK です。覚えやすいですね。あと一応サントスは僕に投票してますね。覚えやすいか。家庭のもとだけど、エレジーさんキルがロムさんの場合はサントスさんが多くなる気がする。このそれしかないか、それか竹雄さんのセルフレポートしかない。ないよね。じゃない。あ、まあまあ、それかクローム竹雄でもう落とせざるを得なかった。ねえ、これはちなみにこれはもうあれですよね、あの O2 の1回目の時にアドミンがアベレージさんがギリギリ直す時4人で見合っちゃってるんですよね。あー、いやー、あれよかった、間に合って。もうアベレージさんいなかったらこの船は爆発してました。僕とね、アベレージさんが直すしかなかったから。そっか、いやー、ペアだから。僕がギリギリだったのが申し訳ないのか。はい、いや、大丈夫大丈夫です。僕とサントスさんが結構 O2 の方に向かっちゃって、そう、うん、あ、そ、ハドミンの方か、治ってないのみたいな感じだったんで。竹雄さん大丈夫ですよ、喋って。お
はってなんですか。なんで死体探しに来ないんですか、皆さん。意識低いですよ。ボタンを押せばいいから。ボタンを押せばいいから行かなかった。まあでも確かに一人だけ猫じゃない生き物紛れ込んでるからな。パチモン臭がすごい。すいません、僕もなんですけどごめんなさい。いやいやいや、動物に紛れてないから大丈夫大丈夫。まあ、僕が殺したんですけどね。これ竹雄さんでいいんですかね。僕が殺しましたよ。全部僕がキルしました。やばいやばい雰囲気が出てる。ごめん、嘘つきました。嘘まみれじゃないか。いやー怖かった。猫だけでいいんだよこの船は。イエーイ。いやサントスさん霊界で喜んでましたよ僕は。もうナイスすぎました。後にあれ合ってたんすか。正解正解。ああすげえ。あのドア閉まった後、北クロスさんが言った通り、O2 になった時にナビゲーションにいて、で O2 直しに行って、まあ、結局遅くて僕意味なかったんですけど、その後ぐるっと時計回りでタスクしに行ったら2回目のストレージ締めがあって、開いた瞬間に竹尾さんに映りました。んー、だからギリギリストレージに入ったぐらい。よう見てましたね。まあでもキルクラッシュって普通に見間違いもあるんですよね。今回たまたまだったから普通に見間違いもあるんで、はい、でも 2だったっていうのはやっぱポイントだと思うんです。あ、そうです、ね、キルクラッシュは見てなくても2を見たっていうのがすごく素敵な情報でした。キルクラッシュ正義の仕方が良かったです。あそこ判定入ってるんだと思って、本当に僕だと本当入ったか入ってないかぐらいましちゃったんで死んだ。そうですね、かなりギリギリだったんで、うん、やられました。はあ、いや今日サントスさんやばいっすね。すごい情報を、うん、そういや、脅してくれます、ね、たまたまです本当に。いいニュース。いや、この間誤情報流して混乱させたりもするんで、本当たまたまです。いやーでもよかったな、なんか いい情報が多いから。よかったですよ、サントス。いやまあ貢献できてならよかったですけど、はい。なんかいや普通に間違う時もあるんで、あの勘違いキルフラッシュもやるんで私、はい。今度は。あ、戻った。ベイさんがね、あれでオッズ側来てたりしたら終わってたからナイスでしたね。あと2秒でしたからね。2秒だったね。2秒でした。泣きそうになった。そう、あぶねー。黒川クロムさんが暴言吐いてましたよ。ふざけんじゃねー。デカベイさん MVP ですって。あの直した後のカフェテリアに行ってボタンないのに気づく僕めっちゃ好きでしたね。すごい見られてたんですか僕。見られてました、ね、やめてくださいよもう。あ、そういえば猫で死ぬの見てた人いました？あの、見れなかったんで今見返してたんですけど、一瞬マジ 目バッテンになってました。帽子が抜けて、あの一旦帽子が目にバッテンになってて、わ可愛いって思いながら。へー、